結び目を解くマリアは、マリア数形及び、それを表現したバロック絵画である。1700年頃に描かれたヨハンゲオルクメルヒオール、シュミットナーの絵は、ドイツのババリア地方アウクスブルクのペルラ派生ペトロ、巡礼教会にある。博士論文を書くために、ドイツに来ていた、イエズスカイシ・ベルゴリオ神父はこの絵を見て、この信仰をラテンアメリカへ導入した。このバロック様式の絵画は、 1700年にアウクスブルクの聖ペテロ修道院の司祭であった地元貴族出身のヒエロニムス・アンブロシウス・ランゲン・マンテルが良き助言者の聖母マリアの祭壇のために地元の画家ヨハンゲオルクメルヒオール・シュミットナーに依頼したものである。そこには悪魔の象徴である蛇の頭部を足で押さえながら白く長いリボンの結び目を解いている目視の火の聖母が描かれている。 また、蛇の姿は、聖母が手に持つリボンの結び目とも対応している。聖母は12人の小天使と2人の大天使、7つの六芒星からなる輪に囲まれている。聖母の頭上には、聖霊が鳩の姿で降臨し、彼女が聖霊の花嫁であることを暗示している。ヨハネの目視録。聖書に基づく2つの図案、そして、良き助言者の聖母の祭壇に捧げられていることには、 別の意味も持たされている。これはこの絵を寄進した、ランゲンマンテルの家族の身に起きた出来事に由来している。彼の祖父ボルフガングランゲンマンテルは、妻、ソフィア・レンツとの離婚の危機に瀕した時、インゴル・シュタットのイエズス会士・会イヤーコプ・レム司祭を訪ねた。絵の中で、旅人が右手を上げた天使に導かれるがごとく、遠くの教会を目指したのである。レム司祭は、 マリア像に祈りを捧げ、この祈りにより、結婚の絆が深まり、結び目を解くように二人の間の問題が解決されますようにと取りなしを願った。すると、彼らの離婚の危機は去り、その中は平穏なものとなった。後に聖職についたランゲンマンテルは、そのことを記念するために、絵の中に織り込んだのである。目視の日の聖母も、天使に導かれる旅人も、 バロック様式に沿った表現となるよう注意が払われている。これらの背景から、聖母マリアは二人の旅人のように、結び目のように複雑で困難な問題に助けを与えるものだと解釈されている。すなわち、聖母は人生の伴侶を見つけること、そして結婚生活における問題を解決することの助けを与えるものと解釈されている。 乳がんを患う女性に対する理解と支援を促すシンボルとしても結び目が用いられる。アレクサンダー大王がゴルディアスの結び目を力を持って切りほどいたのとは異なり、聖母は共感を持って説くのである。結び目を解くマリアが所蔵されているペルラッハの聖ペテロ教会、結び目を解くマリアの図像は現在世界の多くの国で見ることができる。多くの場合、 それは、教会や礼拝堂で、象徴的なものとなっているが、宗教的ではない施設にも安置されている。アウクスブルクの、結び目を解くマリアは、現在も数形を集めている。また、バチカンのサンマルタカンにも飾られている。南アメリカではもともと、マリア数形が盛んであったが、近年では、結び目を解くマリアの図像を目にする機会が増えている。この日付役は、 教皇フランシスコである。1986年、ザンクト・ゲオルク神学院で研究をしていた折に、自らが所属するイエズス会のコミュニティをアウクスブルクに訪ねたところ、この絵に出会い、絵はがきを母国アルゼンチンに送ったのである。彼は、同僚の聖職者、新学生に、この絵はがきを持って、ブエノスアイレスのスラムを訪ねるように、またアイヒシュテッドインゴルシタ カトリック大学の交換留学生たちには、可能なら、正確な複製画を作るために、絵の詳細なディテールを書き送るように頼んだ。その後、ブエノスアイレスには、画家アナベタデベルティによる複製画が届けられ、無限在のマリアの祝日である1996年12月8日に、サンホセデルタラー教会で公開された。その後、毎月8日に公開されており、その度に、 数千の信徒が訪れている。現在では、さながら宗教テーマパークのような様相を呈している。ブラジルには、バーリー夫妻が紹介したとされているが、アウクスブルクの聖マリアの聖修道院の修道女たちも、結び目を解くマリアの絵をもたらしている。結び目のマリアを数形する教会、または礼拝堂は、世界各地に存在している。結び目を解くマリアは、述べない祈り。 説法などで、モチーフとして使われる。On the Q9th Catholic Day 2014 in, レーゲンスブルクハドビジターズオブザウックスバーグダイアシスアーティクルライティングダウンザポシビリティオブプレアー、リクエストアンドツウィーブザ、ノットオブハーライフイン、エイエローリボンイントゥイット、ザ36メーター、ロングストリップウィズイッツ400ノッツ。 ワズブロートツーザカトリックイメージオブザノッツツーウックスバーグインオーダーツーシンバーリックリーキャリーザンスポークンカンサーンズオブメニーピープルインフロントオブザブレスドマザーアムキュー、毎2015フルテアイネケメーンサメワルファートアレ、バイアーションビストゥーマーイトア4000ピルジャーナーハ、ウックスバーグツームウォルファールツェビルド、マリアのタンルーザーン、ダイバルファートジャホートズワイナー、 ライヘフォン・ジー・ベン・ウォル・ファートン・ミット・ファーシダ・ナン・ツィ・レイツは、ホーバー・イトン・アウフ・ダズ・フルン・デ・ティエリがユビ・レイ・アム・デア、アー・ヘイブング、フォン・マリア・ツア・シュフラオ・バイアンズ・イム・ヤー2017、インズ・サメン・ハング・ミット・デム・ウェル・ファミリント・レフェン・イン、フィラデルフィア・イム・セプテンバー2015ジェスタルティット・ダイ、クンストランメグ・サリグマン・アウフ・デム・ボープラッツ、デア・カテドラル・バシリカ・オブ・セインツ、ピーター・アンド、 ポールアインノットグロットオストインストレーション、バイデムメンシェンエンリーガンアウフストフストライファン、シュレイベンウントアンビンデンクントン、ダイインストレーションベルダフォンゼクントーゼンデンメンシェン、ビサクトウントフォンポップストフランツザーキュースジーセグネット、アンドレアスタク、ヨハンゲオルクメルヒオールシュミトナーズホーコールタービルド、フィワストリート、マーチンインレイマーディングン、デアレックタエンゲル、デアダズバーナテイテバンド HLT、 ピアトフォン A2 元オストエトセンガル、マイケルウントデア、リンケエンゲル、デアダズグラタ、エンケノテイテバ &HLT、オストエトセンガルガブリエルゲセヘン、カーメンロール、バルファートツアーゴータスムーター、マリアノタンルーザーン、ラファエル、デムシュイングルデアクランケン、デアニヒトヌアバイコーパーリカンベンドン、 ゾワンダーン、アオホバイシーリスケオアーシャーテルーンガン、ジーニーアレジェシャセーテズデンエルターンウントクロセルターン、フォンヒエロニムスアンブロシウスランガンマントル、ヒンメルアンドエルデ、ポップストフランツザーキュースフェレートダズウグスバーガ、ナデンビールドデアマドンナ、ダイカノートン LST、エンデットインアイナーサクヤッサ、ブエノスアイレス、パルケテマティコティエラサンタ、ビアヘンディーサティンドウス、マリア、ノタンルーザーン、 アイグレイハースデブージース、カペラデノスサセンホラデサタドラデノス。カテゴリー、セイント、マークチャーチーインケイティライバッキー。エインオートデア、ルーエウントビッシントナン、ダイカペルイムリートファイアット AMQ、ノービンツアイコネデアコータスムーターマリア、デアノタンルーザーン。メインドクト2009インデアボシリーコ AM、ピーターズバーグ。400カノートンフィアダイノタンルーザーン、キャスリケンタックス。 バンドフォアダズ・ウォルファール・テビルド・イン・ストリート、ピーター、AM ・ a m パーラック・ゴブロクト、メアリー、アンチュア・オブ・ノッツ・グロット、マリア・ノ・タン・ルーザー・ニ・エンシテイオン、ハウス・カペラ・デア・カーザ・ディア・コグリアン・ザ・サンタ、マリア・デッリ、アンジェリン・ロム、ウフ・ジェロハン・ a m 十二12、ありがとうございます。